戦でね、えー、日本代表が負けてしまったということは、あれ、勝てる相手だったのに負けてしまった。正直なところあの、アジアの予選ぐらいのレベルの相手だったと思うんだけどね。まあ、あの、ケイラー・ナバスだけはちょっとワールドクラスで、伊藤博樹の名前も見たくないので、画面外で。えー、で、こういうふうに5、4ブロックの強固なブロックを築かれた時の、まあ、崩し方っていうのは、 まあね、えー、中央攻めちゃダメよっていう、まず。うん。やるんだったら、この上田とか、鎌田が下がってきて、このセンターバックをちょっと釣り出したところで、あの、ウィングか、この、えっと、守備の選手が、あの、スペースを狙っていくとか。まあ、例えばこんな感じかな。鎌田がこう下がるでしょう。鎌田の字が消えた。で、こういった。 で、ここに空いたスペースを相馬か上田がさーって入っていけば、まあチャンスが出来上がるよねっていう。まあそんな感じで、あのメッシとかでもね、いないとこれ苦労するとか、上田がこう下がってたんだけど、でもね、こう釣り出されるわけないんだよね。うん。ここら辺で止まるから、だから上田が下がっても意味がないという。うん。で、やるべきはまずウイングが最大限両端で張っといて、で、これでサイドバックをこう開けておく。そしたらほら、もうこうやってね、入れるわけで。 で、あと他にやるべきは何かなっていうのが、その、久保うん。久保みたいな選手を使って、サイドからも徹底的につついていくみたいな、こう、三笘とか久保で。だからちょっと山根、そうまでも悪くなかったんだけどね。うん。まあでもちょっと、三笘君と久保を使うべきだったんじゃないのかなって思う。あとはね、俺、南野だと思う、こういう時は。南野をね、えー、使っとけば、何かしらこいつ何かやってくるんだよね。幸運の置物みたいなやつだから。 まあこいつね本当にゴールに絡むだけが能力のね人で俺はまあありかなという。でまあこの手のタイプの54ブロックはねあのシャビバルサとかペプシティとかでも苦しんでるから。 まあ何をやっていくべきかって、絶対やっちゃいけないのが、まずここにスペースがないから、放り込むとか、裏抜けを狙うとか、まあこれはちょっともう無理でしょってことで、まあこの辺の選手がね、ここの3枚の選手が工夫しながら、ポゼッションをずーっと繰り返していけば、例えばあの香川なんかがいたらね、ここのスペースでボールを持って何かをするとかやるんだけど、今そういう選手がいないから、まあやるとしたら久保だったんだろうね、やっぱり。だからやるとしたらこんな感じかな。ベストだったのが多分こうだったんだと思う。 えー、伊藤淳也のとこ伊藤淳也。あったあったあった。こんな感じ。伊藤淳也と三笘くんでサイドバックを釣り出しておいて、で、これやって広げとく。4枚の中盤も。で、久保君が突っかけていって、ここのセンターバックに意識させておいて、久保君が下がってきて、えー、こう行くとか、また、で、南野が入るとか、で、南野が、鎌田が下がっていったところを、こう、ね、こう。 で、釣り出したところを久保くんが1対1で勝負を仕掛けるとか、まあそんな感じでね、まあ戦術的な工夫がなかったのかもしれないし、また森康からの指示がなかったのかもしれないんだけど、まあ正直本音言うとね、 これぐらいのことは代表選手なら自分でやってほしい。本当に。うん。まあでも、シャビパルサでもこれはハマるワーナーだから今後の課題だということで、アジア予選とかでこれ苦しむと思うからまた。まあだから、ええまあこの丁寧につないでこの5、4ブロックを崩すっていうのをちょっと心がけてほしいなっていうのが今回思いました。ということで失礼します。